こんにちは、東進 TV 学生リポーターの岡本です。さて、こちらが何だか分かりますか？実は学生が作った超小型衛星なんです。今回は世界一小型衛星を打ち上げている国立大学、九州工業大学工学部宇宙システム工学科をご紹介します。民間企業のみならず世界の多くの組織と連携し研究を行っている九州工業大学、中でも次世代の宇宙開発利用を担う人材の育成を目指す宇宙システム工学科では、 JAXA をはじめとした企業と協力し多くの小型衛星を学生が打ち上げています。今日は宇宙を通じて設計思考を学んでいく宇宙システム工学科の秘密に迫ります。最初にご紹介するのはこちら、超小型衛星試験センターです。一体どんな学びがあるのでしょうか。センター長の張明雲先生に聞いてみましょう。超小型衛星とはどんなものですか？ですね、超小型衛星というのは普通皆さん人工衛星というとこの部屋いっぱいにこうドーンとあるようなバスぐらいの大きさのものをこう思い描くと思うんですけど、超小型衛星っていうのはそういうことをやってたら安く作れないし時間もかかっちゃうので、とにかくその辺で売っている秋葉原であるとか通信販売で買えるような部品を使って、とにかく安く早く作りましょうと、人工衛星を。でそうすると必然的にサイズはやっぱり小さくなるんですね。でこれが最小単位の超小型衛星というやつで、これが10センチ10センチ10センチのサイズになってます。はい、ここにカメラがついていて地球の写真を撮るとか、あとその宇宙でいろんな実験をしたい人たちが、例えばこの中に電子回路の基板を 2,3 枚入れて、で宇宙空間でそれが動くかどうかの実験だとか、携帯電話の回線とかつながらないような、山の中とか空の上とか海の上とか砂漠とか、そういったところからでも宇宙だと通信ができるので、そういったところとの通信をこれを使って中継したりとかですね。打ち上げ前に試せる環境が充実していると聞いたのですが、どんなものですか？ですね、宇宙っていうのは地球とは地上とは全然違う環境ですよね。ですから宇宙用に動く特別のものがないとこういかないんですけど、だから作っただけではなかなか宇宙に行って動くことはわからないので、宇宙を模擬した環境を作って、そこで動くかどうかを試さないといけないんですね。車だとそのガソリンスタンド行けるし、飛行機だとその空港で整備できますよね。でも衛星はそういうことができないので、行ったら行ったきりですから、だから試験するってのはものすごく大事なんですね。でここはその試験をする装置が全て揃っていて、こうやって学生が手作りしてその過程の中ですぐにここに持って行って試験ができるといった環境があります。まあ、この中が、ね、小さな宇宙です。宇宙のバックグラウンドってものすごく冷たいんですよ。-270°C ぐらいします。でそこに熱がどんどん逃げていく、それを模擬して、でそこに人工衛星を入れて真空にして、でそれで、宇宙空間でのものすごく温度が高くなった状態、ものすごく冷えた状態といったのを模擬します。九光大のこれは日本の大学ではこれが一番最大です。ここに皆さんこれを使うために日本中あるいは世界中からやってきます。人工衛星の打ち上げた数で大学の世界の大学の中で実はこの3年ぐらい世界で1位になってます。本当に人工衛星を作って本当に実際に自分の飛んだものを宇宙に持っていきたい、あるいは世界の人とつながりたいとかですね、これやっぱり留学生、いろんな国の留学生と作ってますから、そういった意味で言うと九州工業大学はものすごく一番いいところかなと思います。学生に聞いてみましょう。どんなことを学んでいるのですか？あちらのクリーンルームで今作業がされているんですけども、僕は衛星の熱設計のパートをやらせてもらっていて、衛星が宇宙に放出された後にその宇宙の環境で、熱的にですねちゃんと耐えれるかだったりとか、今回はカメラを載せていて、そのカメラがですね、温度によって、写真の質が変わったりっていう影響があるので、それを考慮して熱に関する設計を行っています。今回はあれはもう一つのものづくりになるので、いろいろなパートを研究してたり、開発したりしている人がいて、最終的に一つのものが出来上がる、この初めから最後までのものづくりのプロセスを学べるっていうのが
特に、まあ、あの衛星開発にもかかわらず他の分野のものづくりにおいてもすごく役立つような知識になるのではないかなというふうに思っています。次にご紹介するのはロケット開発プロジェクト。なんと学生だけでチームを作りロケットの開発に取り組んでいるようです。担当の北川幸喜先生にお話を聞いてみましょう。学生は具体的にどのような活動をするのでしょうか。これは学生が主体となってロケット開発に関わるプロジェクトを自分たちで実行するというサークルになっています。プロジェクトそのものを学生たちが企画から始めて企画して提案して自分たちで審査もして計画作って実行して最後は打ち上げたりしてそのプロジェクトを成功させるっていうことを行います。人を打ち上げるロケットって日本ではできてないんですけどそれを学生たちでその到達高度は低いかもしれないですけどそういうのをやろうとかあとは学生の世界一のレベル その高度を目指したプロジェクトをやってみようとかそういうのは今アイデアとして出てきてそれがこれから進んでいくと思うんですけどそういうみんな、やる気があるというか好奇心を持ってやってるっていうのは感じます。学生にはどのような学びがありますか。プロジェクト、マネジメントというのと、システムズエンジニアリングっていうのが、そのプロジェクトを進める上では重要なその技法なんですけど、それを学びながら、やっていくという形になっています。プロジェクトでやっぱ必要なのっていうのはその、独創的なものをやるというか誰もやってないことをやるっていうのが重要なんで、自分が言ってるのはオンリーワンかナンバーワンを目指したプロジェクトをやってほしいってことで、それをみんな学生たちは考えてやっています。突然ですがこの数字は一体何の数字を表しているか分かりますか。正解は地球の周りに漂う宇宙ゴミの数です。観測できるもので約2万個の宇宙ゴミがあると言われています。衛星を作る技術だけではなく宇宙ゴミから守る技術も必要なのです。宇宙ゴミによる人工衛星への超高速衝突問題を研究している赤星康弘先生に聞いてみましょう。ここにはどのような学びがあるのですか。で特に国際宇宙ステーションで今問題になっているのが直径1センチから10センチの宇宙ゴミで10センチ以上は観測しているので避けることができるんですけど1センチ以下は、バンパーシールドで止めることができます。で間の1センチから10センチぐらいのだいたい数万個ぐらいある宇宙ゴミが、宇宙ステーションにぶつかると防ぐことができないというそういう状況です。今ここの実験室ではですね直径1ミリのアルミ球を秒速5キロメートルで加速して、こういった太陽電池ですねこういった太陽電池に高速でぶつける実験をしています。で太陽電池ではこう発電をしていますので、発電状態のところにぶつかると場合によっては穴が開くだけじゃなくてこういうふうに放電によって焦げてしまう現象が起こると。でこうなってしまうと人工衛星に電力が遅れなくなってしまうそういう可能性があります。この実験研究室では高速衝突の技術を応用する一つの例として、近い将来小惑星が地球に衝突するかもしれないとでその中で、ここで得られた衝突技術を使ってぶつかる前にですね宇宙船をぶつけて軌道を反らせるという実験ですね。ここでそれを模擬して小惑星を見立てたような、実際には耐火レンガなんですけどそういったものを置いといて高速でぶつけてどれぐらい運動量変化が与えられたと高校で運動量の保存則っていうのを習うんですけど、それを応用したような実験をここでやっています。学生は専門的な技術をどう身につけるのですか。ここで学んでいる学生は基本的に機械系の学生です。ですので機械工学では材料力学、流体力学、熱力学から機械力学これらを彼らは学んでますので、それらを使ってこの実験装置を運用すると。で特に、衝突現象は、材料力学だったり流体力学に近い内容ですので、そういった学んだことをここで実際に実験で
まあ、理論通り本当になっているかどうかというのを確かめて、そういった学びがあります。現場の実験をして、あるいは解析をしたり、あとは企業の方と一緒に研究をすることになったので、まあ、実際の雰囲気というのを感じながら研究をすることができました。まあ今のところ宇宙関係についての会社に就職をする予定なので、その中でもまあロケットについて学びながら何かしら自分でしかできないエンジニアとしてなれたらいいなと思っています。いかがでしたか？九州工業大学の技術は世界をつなげ宇宙にまで広がっているのですね。次回の東進 TV もお楽しみに。